これはどういうふうに言ってある、まあ、全てはあるんやけども、そのあるという元がないというかこれがね、あのね、あの言葉上でこういうのをね、あの行動で掴んだもの、体得したものをね、言葉で表すとどうしてもできんところがね、精一杯頑張ってはおるんやけど、また他の方の言葉の使い方でなんかこうほんわかと説明できるというか、まあ表現できることもあるかもしれんけど、まあ一応こういうところはちょっと難しいところあるんで、まあかなと今のところは。それを得ればっていう、この虚無というのは、私ね、それの後に自分でノートの形、ノートの端ので書いた形で、三世十法の明示、皇帝の虚無公、無心観即心盤観、無心に至れて心を得るという形の、使命というかな、悟りの使命の、文章を書いたことがあります。三世十法というのは、三世というのは過去現在未来、十法といったら上下右左の、もう、まあ、あらゆる世界ということ、それの明示、正しく掴むということ、理解するということは、それはできたと。それは要するに皇帝の虚無公、虚無を肯定したと。通常虚無を肯定するという形は、虚無はね、肯定できるものじゃないです。実体がないもの、それを肯定するという、これはあの当時から言ったら、何かの原因結果があって、初めてこれが真理やから肯定するというのが論理の究極の世界です。だからその論理を捨てた形の中の捨てと虚無になるんです。論理性の、その流れがないわけです。それを肯定できたということは、あの当時のわしにとったらすごいことなんや。論理的に考えて考えて考えて、絶対これで真理で間違いないというものを常に考え抜いてきとった覚悟があるもんやから、それを捨てたということなんや。それで無心感、心がない、そういうふうにものを感ずるということ、そのもの自体が審判官、正しく全てを真実としてつかめるということと一緒やと。これも要するに矛盾やな、論理的に。心がないのに、根拠がないのに、何にも元がないのに、どうして全てを正しく、あらゆるものを正しく理解することができたのか、掴むこと、知ることができるのか、これもそのままで言ったら矛盾やけど、わしの方がやったらそれが実践という形でやると思えば、そういう形で言葉を、実践は言葉を超えるんです。だから言葉からそれの実践を見ようとすると、この言葉でもう止まってばな。だからそういう面は、実践の体得して掴んだ体です、真理を掴んだところから言葉を吐いておるという言葉なの。そして無心に至りて真を得たと、真理を得たと、要するに道を得たと。それを道を知ったんじゃない、得るという、それから見たと言ってもいいし、ただ得るというの方が直接的、これは行動 で実践的に得たということ、知ったということは頭で考えて理解して、それで結論をつけたということになって、得たじゃない、知ったじゃない。この違いも、その一つ一つの言葉の一つ一つに大きな深みの、そういうものが、そういう言葉の中に全て生きた言葉として、凝縮されてる。そこに私は、そこで一つの最終的な決着の言葉としてまとめた。そういうもので、そういうところで、それがその虚無という形の、ある程度なんか少しぼやっとでもいい、なんか感じ取る形の一つの手助けになればというような感じで、それで己すら、それで至ることを得れば、己すらなお自ら坊主ちゅうと、己すらなお自らちゅう、自然にちゅうです。何の努力も信用もなく、
何の意志力も手立てもなくということです。それが自らということです。自然に自ずから叱るべくということ、あるがままにという、これがものすごくでかい意味を示すわけ。虚無に至るとそのまま放っておいてもその即自我がなくなるということ。さて問題は次のところが面白い。これがなかなか言えん言葉や。さらに何者かあって、しかも坊勢だら、坊勢だと、亡くなったと、けども己が亡くなったけども、そのあとさらに何かあって坊勢で亡くなるもんじゃないと。ただその何かだからね、よく質問を受けるのは、これを修行して努力して徹底的に追求して悟りを得たとしよう、自我がなくなったと、その後どうなるんですかと、不安感じません？通常頭で考えてる。また当然未経験の世界や、亡くなった後どうなるの？嬉しいわ、悲しいわ、いいわ、どうやわ、生きとるわ、何もなくなるって、その後どうなるの？空っぽになるの？ってみんな考える。それは言ったことないものなんです。これを言ったことあるから、言ってみるとなくならないの。もっとすごい自分が出て発生するんです。もっとこういう、これが人の究極、人間の超えたものが出てくるということの証、私の言う証明なんです。それは言ってみん限り実感はできないの。だからこういう言葉を出せるということは言ったもんでないと出せないの。こんな言葉表現できない。だるまさんも当然真の悟りを言ってほしい。だからこういうことは言えるし、で私もそういう形の中で言って、それで坊勢ということは実に実感、実際自分で体得してるから坊勢るわけねえ。その何かあるわけ、その何かがそれ表現できない。じゃあ無理やんこに、じゃあその何かを表現しようとして言葉で表そうとした場合に、その時何か言ったら、その時こそ神とか仏とかそういうと、またこれもまた通常の概念に解釈されてまた違ってくるんやけども、なんちゅうっていう表現かね、まあとにかくその仏性、まあまあよく言う仏性というかな、生きた真理というか、生き生きしてピチピチした真理というか、もう実際の仏の姿っていう言うてもいいか、まあまあそんなもんが自分の中に、自分が亡くなった後にポカッと入ってくるんです。でそれに充満される。そうすると今度はこの世界は全部自分の心が作ったもの、その一人一人の心が作ったもの、それがコロッと変わると世界がコロッと変わる。見るものなすもの、同じような、今まで同じようなものを見てきとったわけ、けどもそれがコロッと変わると見るものなすもの一緒にしてコロッと変わる。全てよし、意味嫌うもの何一つないという状態に変わる。それくらいの大変化が起きる。まあ、これもあのこの中に特にね、見事っていうあの言葉で、さらに何者かあって、しかも坊勢だらんち、これはもう本当にもうその境地に行ったまでねえと表現できない言葉です。ただ言葉だけぼっかけてこれを理解しようと思ってもほとんど不可能に近いです。けどこういうのがある、だから心配せんと自分をなくせと言ってよ、いや言ってみて。つまりこれのね、あ、もうダメかな。
じゃあ、まあ、一応声で、とりあえず締めます、まあ、それなりにまたあのいくらかまたかあの自分なりにか考えて実績して、見てください。以上です。ありがとうございました。